下町上町中町です。始まりました。はい、ということでですね、今日は久々のドッキリでございます。はい、私また思いついちゃったんですよ、ドッキリ。純平がね、最近すごいもう犬欲しい犬欲しいってもううるさいんですよ、本当に。あ、犬飼っちゃいたいみたいな。でも私は絶対もうテディベアがいるんだからもういいよって言ってたんですね。で、潔癖で犬飼えんのみたいな感じなんですよ、私からしたらね。ベアちゃんだけテディベアだけ自分でじゃないのって言ってきました。ベアさん、安心してください。はい、なので、今回思いついたドッキリ、純平の家にハスキー犬だらけドッキリ。これ思いついた理由もですね、ハスキー犬がオープンしたっていうのをなんか TikTok か DM かなんかでいただいて、可愛いと思って、私ハスキーとっても好きなんですよ。そうだけど大型犬だし飼うのむずいじゃないですか。それなら純平家にいっぱいたくさんたくさんハスキーいっぱいいたら可愛くないっていうそういうなんかもうすいません、もうほんと中町兄弟のドッキリほんと適当なんで、適当です。はい、なので純平が家帰ったらハスキーだらけドッキリっていうシンプルな感じでやらせていただいてます。ということでハスキーカフェに協力していただいて今回実行できたんですけども、ハスキーカフェ東京っていうところで大田区にあるですね。それでハスキーのパピーちゃんたち、1歳未満の子たちがいるカフェで、そうずっと気になってて私も会いたかったんですけど、ドッキリできたらなっていうことで声をかけさせていただいたら、あの快く OK していただいてありがとうございます。はい、あと見どころとしては、私は、まあ、ハスキーが可愛いっていうのも見どころなんですけど、まあ、あのワンちゃん、パピーのねワンちゃんがいっぱい家にいるって、まあ、なかなか結構ねおしっこうんちとかなんか結構汚れちゃったりとかしちゃうんじゃないかなと思って、まあでも純平はワンちゃんが好きなので怒れないじゃないですか。やっぱ可愛いしね、ワンコたちも可愛いけど家汚れそうみたいなところもちょっと葛藤してる姿とかも純平面白いんじゃないかなということで、純平は今文字酔い撮影で撮影に行ってるんですね。なので今から私は純平家に今から行ってこっそりハスキーをたくさん招入れて、みんなでお帰りと、はい、一人身なのでね、やっぱりお帰りっていう言葉が欲しいと思うので、ハスキーちゃんと共に一緒にドッキリを実行していきたいと思います。それでは純平のお家に行ってきます。中町兄弟。はい、ということで無事純平のお家に着いたんですけど、パピーちゃんだと思ってたから結構可愛い感じだと思ったんですけど、ちょ見ての通り結構大きかったね。ちょっと大きかったんですけど、結構ね、みんな暴れん坊くんなんですよ。可愛くて、ちょっとマネージャーたちが本当に苦戦してるんですけど、こんな感じでワンコたちが5匹来てくれました。パパ食べちゃダメよー。もう、純平の家は水たまりばっかでも、おしっことかちゃんとシートの上でできるんですね。あ、はい、ここにしました。さっきでも一応してますよ。リクエさん、ちょっと一人紹介しようかな、はい、この子は何ちゃんですか。パンジーくんです。パンジーくん、パンジーくん、アラスカンマナリュートっていう品種で、うん、将来45キロ超えに大きなハスキーって呼ばれてます。ふわふわでも毛がパピーちゃんだからか、ね、この子は、かわいい。モミジーくんって言います。モミジーくん、シベリアハスキー純血の子です。かわいいね。アンズちゃん、チワワとハスキーのハーフ。かわいい。チワワ入ってるんだ、すごい。結構小さめなんですけど、すごい可愛らしいお目目が特徴的で。かわいい。フリゴちゃんしてるの。フリゴちゃんなの。この子ひまわりくん。ひまわりくん。ゴールデンとハスキーのハーフの子です。ハスキー入ってんだ。はい。かわいい。ね、一番体重が重いです。園内の中で。かわいい。はい、ニコちゃん。そしてナギちゃん。ここにいます。オレンジ色の首をつけてます。この子、ナギちゃん。ナギちゃん。シベリアンハスキー、純血の子です。こんにちは。かわいい。お目目は、なんだっけ？オットアイ。オットアイ。はい。結構珍しいんですけど。すごい可愛らしい顔してます。結構みんな本当ワーバルで、もう全部ここに荷物を集めないと、何でも食べちゃうっていう感じで。パパ食べちゃダメよ。パパ食べないよ。何歳、みんな生後6ヶ月で、6ヶ月すごい遊びたがりで、何できたらかわいいということで、結構家に入った瞬間多分バレるぐらいワンコの匂いがするんですよ入った瞬間ワンコの匂いがすごくて秒でバレそうなんですけど、ちょっと隠しカメラを設置して純平を待っていきたいと思います。中町兄弟。
はい、ということですね。あと順平が4分で来るということで、みんなでちょっと遊んでたんですけど、ワンコたちが年齢タイムに入り始めちゃってですね、みんなこんな感じでお疲れ。まこの子のかわいい、なに、あざとー、かわいい、寝ちゃってるんです。顔蹴られてるよ。顔蹴られてたよ。いいの、もうみんなね、眠い時間になっちゃって。待って、これおしっこですよね。ということで、あと4分で順平が来るので待っていきたいと思います。中町です。ちょっと待って、ちょっと待って、草家の中、草、ちょっと待って、誰かはいるよね、中型犬、大型犬でなくて中型犬。ちょっと待って、おいで、ほら、こっち来ない。あんまり動かないよ。掃除するとこ増えるでしょ。ちょっとほら、何これ。あやは、これあやだよね。誰、ジュキやこれ。ちょっと、臭い。おい。臭いって言っちゃいけないよ。だから許してあげて。家具が結構終わった。これこの動画でうちの家具結構、ちょっと待って、めっちゃ可愛いんだけど。可愛いでしょ。めっちゃ可愛い。なんかこれ机なの。机なの。登り台じゃない。登り台じゃない。机なの。なんで登り台って。聞いたことね、登り台って単語。本当はこれハスキーカフェっていうのがあるのを知ってて、サムネはすごいみんなちっちゃかったの。すっごいちっちゃかったの。来たら想像よりでかくて。でかくて、あやもびっくりしてる。ちょっとちゃんと一回触れ合いたいんだけど、そのもうなんか家の心配張ってんだけど、俺今ちょっと大丈夫、物は全部出しといた。いや、さすがだね。すごいわ。みんな6ヶ月、うん、みんな6ヶ月6ヶ月と5ヶ月一番末っ子です。かわいい。これどれぐらい大きくなるんですか。使えないよ。あ、撮ってた。靴下撮ってた。へぇ、何よ。この子とか、この紫の子は45キロまででかくなるの。マジで。あ、やっぱ大型犬って結構匂いするね。あ、でもトイレか。ちょっとぶちまけられる。その、俺ここで今後生活できる自信ない。大丈夫で、さっき匂い嗅いでみたらね、匂い無臭だった。そっけよ、お前。マジ。そっけ、無臭なんだ。マジ。嗅いでみ。一回。うん。草。いや別に、草。無臭ではない。そう。え、ちょっと待って、あ、こうなかんでる。これ以上、ダメでしょ。迷惑かけちゃダメでしょ、順平に。ほら。
シワシワじゃ可愛いね、おい。ここはチワワとミックスなんだって。チワワとミックスなの？ハスキーのミックスなんだって。よし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 。この子がね、一番おとなしくて可愛いね。どれ、この子。ほら。可愛い。はい。はい。さっきまで年齢タイムだったからみんなちょっと元気だった。よし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 。え、かわいいな、マジみんなかわいい。うん、かわいいよね。え、これはジャンル大型犬の赤ちゃん。中型犬ですか。ハスキー犬なんで大型犬です。大型犬なんだ。6ヶ月のパピーちゃんです。はぁ、大型犬だよ。すごいわ。ラストマンで言うと大型犬ですね。あ、この子が45キロ以上になります。これがゴールデンとハスキーのハーフです。へぇ、珍しそう。珍しいです。あ、もしかしてこの子は、ね、絶対ね、失敗しないよ。いや、あのね、もう、あの、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、失敗はしてないの。わかるよ、わかるよ。あれ、失敗しちゃう、失敗しちゃう。わかる、ちょっとみんな、伝わってるから、これ失敗はしてない、確かに。失敗してないけど、その浸透型なの。その、なんていうの、その、いいね、失敗はしてないけど、浸透はしてるの。浸透は別にいい。よくねえわ。浸透はしてよくねえわ。犬もいる生活だよ。またやってる。何してんの、かわいいね。かわいいね。はい。かわいい。触り心地いい。これメインのカメラ、どれこれ。あ、メインこれ。あ、メインこれ。中町です。じゃあ、ここからはどう伸ばしますか、尺を。だから、触れ合いだよ、触れ合い。犬との触れ合い。え、川戸貴一、こんな犬、触れ合ったことないよね。ない。このデカさ。これ、うんこのデカさ、マジで。ほんとに、うんこ、マジで人間。人間なり。人間の大きいもん。おもろ。かわいい、取り合いしてる。俺の靴下で遊んでる。ほら。ほんと、これがギリハッピーじゃない？ほんとにギリハッピー。マジでギリ。マジでギリ。ほんとにギリギリで。あの、これ浸透とかギリバットだよ。このトイレに関しては。かわいい。マジでかわいいんだけど。ソファー終わった。ソファー終わって、これほんとに終了したよ、もうこれ。本当の終了だよ、これって。キュウチいる？ギリ。今くんっていうの？ひまわりくんです。ひまわりくん。で、この子がパンジーくん。パンジーっていうの？で、この子はナギちゃん。ナギちゃんっていうの？高校の時、いい感じになった後輩の名前ナギだ。だからね、それやめろよ。犬でもいい女の子を思い出すの。なんかでも、うわぁ、2匹が限界です。あの、このサイズ家で飼うの2匹が限界です。1匹だよ、もう。この子は何？これは、ハスキーカフェ？ハスキーカフェ東京っていう石川台徒歩2分にあるカフェなんだ。飼い主さんとかそのカフェの方たちのあ、オーナーのワンちゃんたち全員。なるほどね。6匹います。ほんと1匹ボタン君っていう子がオンリーワンチームなんですけど、ちょっと悪ガキらしい。悪ガキすぎて。悪ガキたち優等生だ。どこがだよ。おいおい、どこがだよ。優秀だからとっても綺麗に。ありがとうね。ソファーに、ソファーとかに綺麗に、あの、仕込ませてくれたんで優秀です。ソファーに大おしっこしやがって、お前、お前ら。人数言うと。でも、もう、オッケー。もうその、なんて言うんだろう。もういいよ。そこのエリアはいいよ。いやー、ちょびっくりしたとか、匂いが違ったもん。わかる。あれはもう入った瞬間、びっくりした。家の匂いが違ったから。で、俺ね、もしかしたら俺この後、ヘラヘラのドッキリかけられそうな予感してんだよ。この前 R ちゃんと動画撮ったの。その動画終わったら歌舞伎町来てくんねんって言われて、うん、で俺歌舞伎町行きたいってずっと言ってたの、うん、そしたらソラがなんかあやちゃんのギフティングで冷凍食品あるんだよねみたいな、うん、ギフティングで冷凍食品みたいな。であやちゃんが家にいないから順平ん家に置いていいみたいな、うん、って言われたの、うん、だから俺ちょっとこれからの予定も焦ってます。ドッキリ待ちってことよ。ドッキリが渋滞してる。ドッキリ受けて、またドッキリ受けに行くかもしれないから。あやはもう触れ合ったの、十分触れ合った、十分。おしっこしてるか。あ、おしっこ、あ、おしっこしました。あ、水溜まりです、ほぼ。ノーコメントで。あ、踏むよ。ダメだよ、ダメだよ。はい、順平が、順平が含んで前の仕事で、こういうの誰も拭かなくても、うちだから拭くし。その俺の仕事というか、家だから俺にとっては。なんか他人の家みたいな感じで、みんななんかのほほんとしてますけど、帰ってもこの匂いは取れますか？取れます。取れますか、ほんとに。優秀な子たち集めてきたんで取れます。へえ、でもハスキーカフェなんてあるんだね。そう、俺知らなかったわ。これでも初めて。あ、もうこの子は誰かがしたおしっこの上で寝てます。おぉ。かわいい。かわいいね。すべて連鎖だから、おしっこ誰か一人したらみんなし始めるから。
うんこしたらみんなし始める。なんでそれ、なんでしょ、連鎖。チーム友達だから。嫌な連鎖。嫌な。トイレ連鎖しないから。どう、嬉しい？ギリハッピー。本当のギリギリね。本当のギリハッピーだ、これ。でもこの後、大掃除でしょ。大掃除。大掃除はもう本当ギリバットだ。いいじゃん、また素敵な掃除に出会えて。何素敵な掃除に出会えて。何出会えて。掃除に出会ってんの。掃除は。ちょっと。このワンちゃんたちは毛は抜けるんですか。抜けます。全員毛だらけだと思いませんか。もう全部毛は。この子が、いや特にソファーもすごい。ソファーすごいことになってるから。これ嬉しいね、でもギリ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 な本当に。毛をお土産で落ちるので。うん、ギリギリね。一番ギリギリね。毛まみれ。でもあやはこのドッキリを実行してる上で普通にハッピーな感じだと思ったの。ハッピーだけしかない、今回も仲間ち兄弟素敵なドッキリですみたいな、平和なドッキリですと思ったんだけど、ギリギリだった。ギリギリこれ俺の機嫌によってはギリギリ。生理前とかじゃなくてよかったね。本当に。俺がハッピーな気持ちで家に帰ってきたからだからこれで順平もなおさら犬飼いたくなるんじゃないかなと思って、これで。いや遠慮置いて。参考にしづらい。そのこれ見てああ犬飼おうってならない。大丈夫な座りか。これトイレじゃないってことだよね。あ、後ろもなんかいろいろ危なそうではある。大丈夫か。なんとなくこの色に惹かれるね。剣を思い出す。ああ昔飼ってたね。昔飼ってた犬を思い出すが、うん、なんとなく惹かれるわ。でもみんなすごい落ち着いちゃって、本当もっと優等生になっちゃって。疲れちゃったのかみんな、やっぱり。みんな疲れ始め、一匹寝始めたから。みんな疲れたね。出勤時間外なのに。ごめん時給出てないよ。宅代渡さない。宅代だけ渡すね。かわいい。かわいい。かわいい、何あの手。見てこれ。手何？かわいいね。奥でも寝てる。こっちでも寝てる。かわいい。かわいい。毛並みがハスキーって感じだね。うん。けど顔とか全然ハスキーな感じしないね、この子は。っていう感じで、うん、終わりです。いや、まあそうなりますよね。うん。うん。この動画の内容よりも大掃除の方が長いです。大掃除尺だけ取っといて。一人で。そしたら尺足りるから。いやいや、まあそうだね。じゃあ終わろうか。はい。まあこんな感じで順平を癒そうっていう、そういう回でした。まあ、うん。癒されてないとは言いません、さすがに。だって会えないし、こんなハスキーの子たちにね。うん、でも見てみんなの周りで順平を囲うように見始めて、ほら後ろもおかえりって言ってるかのように。確かに意外とね、うん、意外とみんなうち俺に宅内だけ渡して。港区犬港区犬なのこれ。ということで今回協力していただいたのはハスキーカフェ東京っていう、はい、大田区にある犬カフェなんですけど、うん、はい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 、あともう一匹ワンちゃんいるんですけど、うん、皆さんちょっと会いに行ってあげてください。はい、どの子推しですか。推しで言うとあやはね、この子が好きなの。なんでしたっけ。パンジーくん。このパンジーくん、この子かわいいんだよ。あやはパンジーくん推しということで。そう、僕はひまわりちゃんですかね。このゴールデンレトリバー感がね、いいよね。かわいい、みんな寝てる。マジでみんな、マジでみんな寝てるんですけど。みんな寝てる。こんな寝る。ほらもう目で伸びてるもん。すごいよ、かわいい。寝ぐきもね、かわいいんだよ、ほら。ピンクとかがあって。でっか。肉球でっか。見て、見て。あ、そんな感じなんだ。くつろぎすぎ。かわいい。君くつろぎすぎだよ。パンジー。はい、ということでこんな感じで終わるしかないです。もうワンちゃんたちがもう出勤終わったんで終わるしかないという形です。はい。お疲れ様でした。今日もありがとうございます。ありがとうございます。ということでこの動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメント、無断転載お願いします。じゃあねー。はい、ということでこの後は僕の大掃除尺がエンディングの後に付け足されてると思うので、大変だよーっていうことだけ伝わっていただければ。それではまた。Body's moving to the beat.
はい、ということで、まあ、アヤが帰って、で、僕もアリシャに呼ばれてたんで、あの撮影の後すぐアリシャのところ行って、こっから掃除です。いやー、すごかったね、あの犬たちはね。やばいね。あれやばかったね。毛だらけだと思う。テディベアってこんなに毛抜けないんだって思ったよね。でも、あえてギリハッピーです。ね、ギリハッピーで失礼、もしかしてなんか今流行ってるから、ギリハッピーってギリハッピーってすごくハッピーでした。すごくハッピーで、その店舗に行くのがいいと思うよ。だからあの家に連れ込むなんて、お持ち帰りするのは違うなって。なかなかないから、家に連れ込むパターン。で、俺ね、さっきちょっと言ったかな、動画で言ったかな、わかんないけど、地面を裸足で歩いて足の裏にホコリがつかないのが俺の家のモットーなのね。だから裸足で歩いて、お風呂出た後にさ、床歩いて裸足の裏についたら嫌じゃん、ホコリ。だから俺はそれないように毎日掃除機かけるしっていうモットーだったんだけど、さっきもう終わってたのよ。終わりなのよ、靴下黒くなるとか。ダメなのよ、そんな家は。そら、知ってる？こいつちょっと死にかけてんの、サボテン。これ水あげてる？水…前あげたよ。お前でいつ？あげてないって言うんだよ、そういうのは。あげてないっていうの。マジで死んできちゃってて、マジやばい。え、なんか違うの？ガジュマル博士いますか、今動画見てる中で。もうこんなになっちゃって、ガジュマルも。なんか散髪したのかなぐらい、ね、思ってたのよ。で、ここことかここら辺から生き生きした葉っぱが出てたのね。だけどもう今全滅です。本当に愛情は込めてるんですけどね。で、水あげてないとかもないんですけどね。怪しいな、補足の仕方が。いや、本当にダイソンの掃除機買おうかなって新しいの、うん、思ってて、今出てる最新のやつが、うん、緑の光みたいなの出せる。あー、なんか掃除機に光がついてて、それでホコリが見やすいよみたいな、それにしようかなと思って。見えちゃったらさ、もうあっみたいな、キリなくなっちゃうね。そうなの。だから俺アヤんち行って、その掃除機が使いたくて、とにかく、でちょっと掃除機片手に、うん、あ、歩き回んのアヤんち入ったら、そしたらもうほんとホコリだけ。あ、見えすぎちゃう。見えないんだけど、ホコリだけ見えすぎちゃうから、もう俺は嬉しいから見えすぎるんだよ。そしたら、あなたの家にダイソンプレゼント。うわだいぶ嬉しいでしょ。だいぶ嬉しい。脱コード脱コードしたい。あ、まだコードあんだ。まだコードあるどう思う、これ買い替え。おお、しっこあったでしょ。あー、なんか香ばしいかも。いい匂いの可能性あるのそれ、まだ分かんないな。香ばしいんだけどね。こうやって俺ここで、俺の特等席ここなの、うん、今後なんかお風呂出た後にここ座ったら、ちょっとね、犬のおしっこが汚いとかじゃないんだけど、普通に汚いやん。普通にその犬が汚いとかじゃないよ、犬大好きだし。うわ、濡れてるわ。いやいやいや、掃除やからいいでしょ今。この上にも犬登ってますからね。あと、ここにこの形で犬がこうやってこの形でやってたから、そうか、多分外とか散歩した感じの足でこうやっちゃってるから、うん、ここで俺ご飯食べるのはノットマジで拭かないと。ワンちゃんの足届くぐらいだから、いや、なりきらなくても分かるんですよ、別に大体で。でも全部拭けばよくない？そうだ。ちょっと待って。舐めた犬。海苔食わないでしょ。舐めてない、ここ舐めてないよ。でもこれは普通に、うん、なんか俺いつも潔癖気味みたいな動画で言ってるけど、潔癖とかじゃなくて、普通にやらなければいけないよね。今回の犬に関しては、その潔癖だから掃除してるんだよとかじゃなくて、あとちょっと椅子とか噛んでたよね。そこは別にさ、触れないからよくない？肌とかに椅子とか噛んでたしね。そこいいと思うんだよな。でもありがたいわ、本当にありがとう。このこういう椅子も掃除させてくれる機会を全てに感謝です。やめてよ、王毅将軍みたいな。今日ヤギ来てなかったもんね。ヤギ来てないわ、食われてないわ。ファンからの手紙食われたらどうしようと思ったけど、ヤギ来てないんだよね。ヤギは来てません。なら手紙、はい、大丈夫です。手紙は、いや、千鳥の大悟さん、最近ヤギと散歩してますね。してますね。だからヤギの可能性もなんか今確かに注目されてるから、あの番組でしか見ないけどね。ヤギがバラエティー出てんの。まあ、あとはもう全体的に掃除機かけるだけだから、まあ、掃除機はちょっと音的に掃除機がわーんとなりながら喋るのあれだから、あとはもうてか、これまだ掃除終わってませんから、その動画用でこれ軽くやってますけど、もっと入念にいきますから。JB、こんなもんで終わってよかったねって思わないでください。この後入念なチェック入りますんで。あ、そうだ、これもまずはありがとう。ソファーを買い替えるチャンスをくれたよね。俺ソファー買いたいって言ってたじゃん。ソファー買えようかなって俺ずっと言ってたのよ。だけどやっとこの木に、全て俺のためじゃん。ありがとう。ということで、こんな感じで終わりたいと思います。ちょっとエンディングがね、動画尺が短かったんで、エンディングちょっとだけ長めに撮りました。それではまた次の動画でお会いしましょう。
ありがとう。さよなら。